もアルトロンチャンネルです。今回はですね、シンバの鉄鋼シリーズ、これやっていきたいと思います。で、今日のお題なんですけど、これです。溶接工向きの人3選、これやっていきたいと思います。で、やっぱ溶接工ってね、職人なんで向いてる人と向いてない人、これがいるんですよ。だから今回は僕が昔から言われているね、溶接工に向いている人の特徴、これについてね、紹介して説明していきたいと思います。じゃあ今日はご視聴よろしくお願いします。はい、じゃあ溶接工向きの人3選、まずはじめはこれです。視力のいい人ね。やっぱり溶接ってね、目で見てするものだから、視力が悪い人にはあんまり向いてないんですよ。でもね、メガネで矯正も可能です。もちろんコンタクトでも可能です。視力が悪い人は必ずメガネやコンタクトをして溶接するようにしてください。やっぱり溶接ってね、1ミリ単位で狙い位置を変えていかなきゃいけないから、どこ狙ってるかわからない状態だったらいい溶接なんてできません。はい、だから必ず狙い位置が分かるぐらいの視力に持っていって溶接するようにしてください。で、溶接っていうのはとても目が疲れますね。面越しでもね、あんなね、光をずっと一日中見てるわけだから、とても一日中仕事したら目が疲れます。だから毎日の目のケア、これは忘れないでいてください。溶接工にとって目は命です。はい、これは今日みんな理解しておいてくださいね。次の溶接工向きの人なんですけど、これです。小柄な人、まあこれね、大柄な人でも溶接はできるんですよ。でもやっぱり小柄な人の方が溶接の仕事においては有利な時の方が多いです。どんな時かといったら、まあここに書いてるんですけど、狭いところでの溶接、これがやっぱり発生してきます。もしくは品物の中に頭を入れてする溶接、これもあります。このいう場合にはやっぱり小柄な人の方が非常に有利です。そもそも体が大きい人だったら狭いところに入っていけないですから、こういう時はね、小柄な人の方がやはり重宝されます。はい、まあこうやって言ってる僕自身も身長163センチ、チビです、小柄です。ですから毎日の仕事の上で非常に有利なことがあります。だから小柄な人は自分は溶接に向いてる体型なんだと思って、これからも頑張ってください。最後3つ目の溶接工向きの人なんですけど、これね、みんなふざけてないですからね、真剣に聞いてくださいよ。これです。スケベな人ね。スケベな人ほど溶接は上手くなります。これね、職人仲間の溶接仮面 T のお師匠さんが言ってたことらしいんですけど、まあ非常に理にかなったね、意見だと思います。で、なんでスケベな人が溶接に向いてるかっていうと、まずスケベな人っていうのは追求心があります。もっと気持ちよくしたい、させてあげたい、自分もなりたい、こういう追求心がスケベな人ってあります。だからそれに準じて溶接をもっと上手くなりたい、どうしたら上手くなるんだろうと、そういう考えにも至ります。だからスケベな人っていうのは溶接が上手くなるんですよ。そしてここにもあるんですけど、溶接はオナニーなんです。溶接はオナニー、これどういうことかと言ったら、溶接っていうのは自己満足なんですよ。どんだけ綺麗につけようとも、それって自己満足の世界でも、その自己満足を満たさんかったら綺麗な溶接ってできません。いい溶接はできないんですよ。だからスケベな人ほどいい溶接をするのにものすごく頭を使って考えて努力する、これなんですよ。だからね、視力が良くて小柄でなおかつスケベな僕みたいな人っていうのは溶接向いてるんですよ。だからこの視聴者の皆さんで、ね、これ3つ兼ね備えてる人がいたら、ぜひね、溶接頑張っていい職人目指してください。はい、今回はこんな感じで溶接工向きの人3選だったんですけど、もちろんこれ以外にもね、向いてる人の特徴っていうのはあると思います。まあですけど、今回動画で紹介する3つはこれにさせてもらいましたね。もちろんね、これ大柄な人でも溶接上手い人たくさんいます。これだけがやっぱり溶接工向きっていうわけではないです。皆さん、今日のところはそれもご理解しておいてくださいね。では今回はこれで終了したいと思います。皆さん、明日もいい予測してくださいね。レッツウェルディング。では今日はこの辺で終了したいと思います。今回の動画が参考になる人はチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。アルトロンチャンネル。